こんにちは、粟田洋介です。今日のビデオは私が猫アーティストである理由です。2つ理由があるんですけど、1つは単に猫が好きだからっていうのと、もう1つは私の作風に当てはまるアートが見つからないということです。私は猫を2匹飼っています。この子たちは15年一緒に私と住んでいます。あの子たちに出会ってから猫が私の作品に頻繁に現れるようになりました。キャットパーソンって呼ばれるようになったんですけど、猫アーティストなんて呼ばれるようになったのはここ多分 3,4 年のことだったと思います。初めは猫アーティストとかって呼ばれるのはちょっとよく思わませんでしたけど、なぜなら私は猫だけ別に表現しているアーティストではないからです。でももうどうでもよくなりました。なぜなら私は猫が大好きだからです。私のコンセプトは何を描くかとか作るとかじゃなくて、どう表現するかということです。猫アーティストでいることは私のゴールではありません。そういう名前とかそういうことは別にどうでもいいと思うんです。なぜなら私は私だからです。というわけで私は猫アーティストです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。今日のビデオは